こちらカナダのウッドバイン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはソルフレンド。綺麗なスタートを切りました。サマーボール前に行きそうです。ソルフレンド、それに続いています。さらにはイーローズイメージ、11番エンドムーン、その後ろ後方に控えたのがレイントラップ。では前の方からイーローズイメージ先手を取りました。内からはプレシャスシルビア、その隣にポットレコード、並んで14番ソルフレンド、ウィンドピクシー、この馬もこのグループ。すぐ隣にキャニオンフィーバー、その横にエンドムーン、グリークロンドン、この馬もこのグループ。アレススパーク、そのうちに続いています。並んで8番フローディッシュ、その後ろからはレイントラップ、しんがりからストーンモンロー。この辺りで各馬第1コーナーに殺到していきました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はなんとサクラローレル、場内ドッと湧いています。緑の帽子サマーボール、その後ろウィンドピクシー、すぐ後ろ並んで6番イーローズイメージ、ソルフレンド、この馬もこのグループ。その隣にレッドムーン、その横にプレシャスシルビア、ポットレコード、この馬もこのグループ。アレススパーク、すぐ後ろ並んで12番キャニオンフィーバー、レイントラップ、この馬もこのグループ。最後方にフローディッシュ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。サマーボール、ウィンドピクシー、ほとんど差がありません。ソルフレンド3番手、サクラローレル、これはいい位置につけています。後続集団も追い上げにかかります。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ先頭に立ったのはサクラローレル、サクラローレル先頭、残り 200m、 サクラローレル先頭だ。後続を大きく引き離した。伸びてくる馬はいるんでしょうか。2番手はレイントラップ、サクラローレル、ゴールイン、サクラローレル1着、2着にはどうやらレイントラップ。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。サクラローレル、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはスパイホルム。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してスパイホルム、花に立ちます。その後ろからはノースウォード、この馬も上がっていく構えです。さらにはアラビアバッグ、7番タイムトゥシップ、その後ろサイレントグローリー、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。スパイホルム先手を取りました。青の帽子ミュージックシンデレラ、その後ろすぐ隣にノースウォード、その横にアラビアバッグ、すぐ後ろにタイムトゥシップ、その隣にボラス、その横にミリオンベッド、ジャスミンムイッシュ、この馬もこのグループ。内からはソリッドクライ、並んで2番カーリング、プリティリバー、この馬もこのグループ。マイアイディア、すぐ後ろヒシアマゾン、後ろからになりました。サイレントグローリー、すぐ後ろ 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から。先手を取ったのはノースウォード、その隣にスパイホルム、その横にミュージックシンデレラ、すぐ後ろにアラビアバッグ、さらにはタイムトゥシップ、並んで11番ミリオンベッド、ジャスミンムイッシュ、この馬もこのグループ。内からはソリッドクライ、並んで2番カーリング、プリティリバー、この馬もこのグループ。ヒシアマゾン、この位置です。さあ先頭は依然として6番ノースウォード。ここで先頭が入れ替わりました。スパイホルム、ノースウォード2番手に控えました。ヒシアマゾン、これはいい位置につけています。スパイホルム先頭、差はほとんどありません。2番手はミュージックシンデレラ、追いすがる。シアマゾン、いい足、ここから勝負をかける。スパイフォルム先頭、残り 200m、 スパイフォルム先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。シアマゾンかわす、シアマゾンもう一伸び、先頭はシアマゾン、1着でゴール。シアマゾン1着、2着はスパイフォルム。世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。シアマゾン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ボーンアリーナ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。オーリング前に行きそうです。サーストンウッド、それに続いています。さらにはアライール、15番ボーンアリーナ、その後ろバイスバック、どうやら後ろからになりそうです。では前の方から、先手を取ったのはボーンアリーナ、イタリアンプレイ、そのうちに続いています。内からはスウェイン、ストレートベンチャー、そのうちに続いています。黒の帽子ダンツシアトル、いい位置につけました。並んで4番エンタイア、すぐ後ろにプレミアムネイル、その外からアガート、内からはバイスバック、ピンクの帽子アイスバースト、その後ろしんがりからバラヌール、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。12番クワイエットリップ、レースを引っ張ります。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、先手を取ったのはアイスバースト、先頭は依然としてアイスバースト、2番手はサーストンウッド、クワイエットリップ、3番手3番ダンツシアトル、差を詰めてきました。一気に先頭を捉えるか、アイスバースト先頭、差はほとんどない。2番手はオーリング、先頭を捉えるか、ここで先頭に立ったオーリング、あと 200m、 一気に後続がやってきた。ダンツシアトル必死に追う、オーリング差を広げる。2番手はスウェイン、先頭はオーリング、1着でゴール、オーリング1着、2着にはどうやらスウェイン、立ったのはオーリング、見事な勝利です。こちらイギリスのアスコット競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アイアンイレブン、好スタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。サザンホール前に行きそうです。スペクトラム、それに続いています。さらにはアイアンイレブン、16番バブルトラベル、その後ろメイクキス、後方に控えました。それでは先頭からアイアンイレブン、先手を取りました。その外にスペクトラム、サザンホール、そのうちに続いています。その外にプラウドリーフ、シャープチケット、そのうちに続いています。並んで13番マッハレインボー、これに続くのがグリーンテューン、その外にバブルトラベル、サークルタフネス、そのうちに続いています。内からはアカーリッド、ややハイペースといったところでしょうか。これが先行勢にどう影響するか。それでは先頭から、先手を取ったのは富士奇跡、その外からエターナルチャーム、内からはアイアンイレブン、黒の帽子サザンホール、その後ろその外にプラウドリーフ、並んで8番グリーンテューン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。富士奇跡先頭、後続とは3馬身以上、これは決まりか。2番手はスペクトラム、これは強い。2番手はスペクトラム、富士奇跡、この馬で決まりか。富士奇跡独走、富士奇跡ぶっちぎりです。富士奇跡1着、2着はスペクトラム、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。富士奇跡、まさしく日本が世界に誇れる馬です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったビワハイジ、ビワハイジ先頭、2番手は石のサンデー、懸命に追いすがります。
やはりビワハイジ先頭だ。残り 200m、 ビワハイジ先頭だ。リードは1馬身。後続の足色はどうか。2番手は石のサンデー、ビワハイジ。この馬で決まりか。ビワハイジ1着、ビワハイジ完勝。ビワハイジ1着、2着は石のサンデー。これは桁外れの強さだ。ビワハイジ。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のエトワールバラッド、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大鳥ストーリー、これは好スタート。サウンドバリア、この馬も好スタートを切りました。17番大鳥ストーリー行きました。続いていくのがイエローキャップ、好位置をキープしています。前のトップガン、内からはミルフォードプレス、メジロトリック、そのうちに続いています。その外にメジロシューズ、その外からエトワールバラッド、その隣にアグネスアップル、アインポジティブ、そのうちに続いています。白の帽子オートマチック、その後ろすぐ隣に東証フェノマ。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。では前の方から、サウンドバリア先手を取りました。その外にエトワールバラッド、前のトップガン後位をキープ、その隣にメジロシューズ、その横にオートリストーリー、成田キングオー、この馬もこのグループ。これに続くのがイエローキャップ、並んで4番アインポジティブ、その外からアグネスアップル、その隣にミルフォードプレス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。1番人気の前のトップガン現在先端に取り付いています。林剛、前走に続いてここも連勝なるでしょうか。では前の方から、サウンドバリア先手を取りました。1番前のトップガン2番手を追走しています。その隣にメジロシューズ、その横にオートリストーリー、エトワールバラッド、この馬もこのグループ。内からは成田キングオー、さらにはアインポジティブ、青の帽子イエローキャップ、その後ろメジロトリック、すぐ後ろ並んで11番マイネルブリッジ、オートマチック、そのうちに続いています。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー、坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。前のトップガン早くも先頭、ここで先頭が入れ替わりました。エトワールバラッド、前のトップガン2番手に控えました。ここで先頭に立った。前のトップガン、前のトップガン先頭、引き離しにかかる。2番手はエトワールバラッド、残り 200m、 前のトップガン先頭だ。残り 100m、 後続は大きく離れた。2番手はエトワールバラッド、前のトップガン独走、前のトップガンぶっちぎりです。前のトップガン1着、2着はエトワールバラッド。これがダービー馬の実力だ。前のトップガン。
ー。